ンドマンなら自分の楽曲の歌詞一部分でも当てれる説、イエーイ、イエーイ、激しいでございます。はい、シャドウ、シキ、オニシ、トラール、ブーキンです。イエーイ。さあ、ということで始めました。今回やるのは、はい、歌詞の一部分を抜粋して、それで曲を当てる。これはな、俺も絶対いかなあかんね、うん。シャドウも歌詞書いてるから。絶対にいかなあかん。これ、ショードの歌詞はすごく、シャドウは特徴があると思うけど、その中でも、ありきたりと言ったら表現が悪いと思う。いや、あるんだよ、だってさ。たまに出てくるよ、これ。大丈夫ですか、はい、多分、楽器隊のお二人には、すごい難しい問題に、かもしれん。なってると思うよ、これ。うん。あの人だったら歌詞分かってるよ。何を言ってんねん。俺もなんか、もう歌いながら弾いてるタイプの人間。はい、多分あ、では、行ってみるでござる。レッツラーゴーベッピーキー、うん、拙者が、うん、3回その言葉を言うから、うん、3回のうちに書いてください、うん、はい、はい、そしてこうや、なるほど、オッケー。では問題です。はい、はい、ずっとそうずっと君のそばにいさせて。あ、簡単やん。ずっとそうずっと君のそばにいさせて。ずっとそうずっと君のそばにいさせて。はい、お書きください。はい、ちょっと待って。ショウの。いけた。はい、いきました。はい、ではお出しください。ちょっと待って。え、どっちが大丈夫もう、これゲストの崩壊した。はいはいはい、タイトルかけるのか。はいはいはい、せーの、カマチャイナ、ホワイトナイト、ホワイトナイト。ではお聴きください。おい、ベビキンで好きな曲は言うてやってて、ホワイトナイトホワイトナイトホワイトがあの、なんかごめん、ゲスト紹介しちゃったよ。どっち正解だ、どっち正解だ、どっち正解だ、うん、これね、多分ウェイトとホワイトが混じった新しい単語です。あー、では、次の問題いくでございます。はい、はい、問題です。はい、もう隠しておけない。ああ、もう隠しておけない。もう隠しておきなさい。こう、ね、もう、はい、うん、もう隠しておけない。ではお書きください。どうぞ。もう間違わない。もう俺も隠しておけない。もう間違わない。もう勢いで書いて、勢いで書いて。もう隠しておけない。では、皆さん書けましたね。何を隠したかったのかっていうところのポイントですから、ね、なるほど。はい、では、OK、はい、皆さん出してください。せーの、はい、ディープブルー、スターリーライトミュージック、チョコレートキャンディーパンチ。では、大井さん、ディープブルーでその部分、どうぞ。もう隠しておけない。はい、違います。はい、じゃあ、マルトノ、どうぞ。俺、もう、パッと書いたのがスターリーライトミュージックだよ。もう隠しておけないは、多分出てこへん。では、正解はこちらです。恋心を隠しておけないですね。でした。やっと、ショウのも、え、やっとじゃないですか、先ほど会ってたんですけどね。会ってたんですけど、ゲストルとか崩壊しまして。さよなら。はい、問題です。はい、抱きしめてほしくて。はぁ、抱きしめてほしくて。ちょっと待って。抱きしめてほしくて。抱きしめてほしくて。ではお書きください。でござる。あれ、書いて。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、そんな歌詞書くの俺。俺そんな歌詞書くっけ。もうこれしかないわ。これしかない。これしかないねんけど、うん、歌が分からない。これしかないねん。これしかないねん。歌は分からないけど、うん、これやった気がする。そう、あ、出てきた。いや、今俺頭の中でカテゴライズしたよ。では、皆さん歌わないのかね、はい、これかけたでござるな。はい、では、
せーの、ダン。はい。幽霊になっても愛せ、月夜のしねる、月夜のしねる。お兄さん、お幽霊、星が入ると前に勉強したってことだよな。正解はこちら。抱きしめて欲しくて、よかった。ショーのトマムード正解でござる。よう分かったな。うん。次の問題は比較的イージーでござる。イージー。ベリーではない。ベリーではない。お兄さんの答えですにして。では問題です。見つめ合い笑える日まで。ああ、これね。見つめ合い笑える日まで。最後です。見つめ合い笑える日まで。ではお書きください。最後までござる。この問題は簡単でござる。簡単。書いて、もう、まあ、とにかく書いて。皆さん、せーのでお待ちください。せーの、回り回って回り回って忍びスパイチ。あ、それやんけ。正解は見つめ合い笑える日まで。さあ、勝負さん、イージーだ、イージーイージー、これはイージーでございます。同じ CD やから 0.5 ポイントみたいな、ないない、そんなものは存在しないでございます。では問題です。君は今何をしてるかな。君は今何をしてるかな。え、君は今何をしてるかな。お書きください。そんな過去に問いただす曲あった。さあ、いや、書いたの覚えてる。君は何をしてるかな。分からなさすぎば分かった。拙者は一回歌うっていうのをするでございます。分かった。え、分かった分かった。じゃあ二人分かったということで歌うことはなし。なんかな、考えてたらな、ところどころ小袋が邪魔をしてくんねん。なんか小袋の曲が頭に流れてくんねん。君は今何をしてるかなみたいな。創作小袋が邪魔をしてくんねん。はい、トランスのお書きください、はい、小袋やったら小袋って書いてもいいんだけど。では、皆さん簡単よ、書けたようだろうな。はい、せーのでお出しください。せーの、じゃん。アンクド・ファラオ、スター・リライト・ミュージック、アイシング・シュワ、シズサビですよ。あー、ほんまやー、シズサビですよ。正解に戻る。こっからですね。君は今何をしてるかな。あー、この面白いね。はい、このゲーム。アンクド・ファラオって過去に問いただす曲じゃなかった。違います。オッケー、もう全問正解いくぞ。これ全問正解ではないので。いくぞ。俺も、俺もそう。次の問題は、痛みが生きる意味。はい、痛みが生きる意味。ああ、これ問題な。痛みが生きる意味。これはベリーイージーなのでは。あ、そういうことか。うん。逆に、まあ、そのあんま普段使わんからこそ分かりやすいみたいなのがあるよね。あ、なるほどね。うん、では一戦まででお出しください。せーの、キキカイカイカ、アンクドファラ、アンクドファラ。では正解はこちらでござる。痛みが生きる。俺ここいつもライブで口パクしてる。歌詞も覚えてください。ショーのこのままラストに向かって全問いけるのか。全問ですからね。全問ではない。では全問ですか。あれ、どうしたの。では次の問題いくよ。本当は寂しいだけ、本当は寂しいだけ、本当は寂しいだけ。ではお答えください。聞いたことある。聞いたことある。本当は寂しいだけ。本当は寂しいだけ。あんねん。あるでございますよ。あんねん。ちゃんと抜粋していたでございます。わかりました。本当は寂しいだけ。はい、せーの。あ、逆やった。ディープブルー、マディキャンドル、マディキャンドル。答えは、いや、今のな。はい、ではただいま終了したでござるが、さすが翔吾殿、ゲシュタルトさえなければ全問正解。最後、相当悩んだでござるかな。お兄さん、はい、これからマネージャーとしてやっていくなら歌詞ぐらいは覚えておいてほしいことだな。本当は寂しいだけ、そんな臭い歌詞
翔吾殿も書いたんだな。本当は寂しい。なんか出てきそう、喉元まで。もう歌てよ。え、歌てよ。本当は寂しいだけ。ちゃうねん、ちゃうねん。わかんねん。式ヒントいるでござる。いる。いや待て、俺だ出てきたい、出てきたい、出てきて歌いたい。なんだろう俺が。ではどうぞ。ちょっと待って。もうあれやな、じゃあ今歌って翔吾くんが正解やったら3ポイントあげよう。で翔吾くんが間違ったら1ポイントもらう。ちょっと待って、まだ出てきてへんっていうもうやつやろ。もう真剣に悩んだから。だってほん、あ、本当はちゃうわ。本当は、合ってるか、本当は寂しいだけ。え、これは何、どういう曲ですか。出てきてないよ、あれ。え、式ヒント出せばいいか。うん、本当は寂しいだけ。はぁ、え、本当は本当で、トントンっていうメロディーになるんだな。本当、本当、本当は寂しいだけ。そんなんある？本当は、本当は寂しいだけ。本当はアンドトラみたいな、アンドトラみたいな感じ。うん、本当は、ああそういう曲でもあるよ。あ、そんな曲ある。やっぱあれしかないな。フランスの曲、フランスの曲ではないけど、誰かちょっと西洋チックな楽曲でございます。ちょっと待って、もうわしはもう歌って歌って決定。あごめん、トラマルヒント、トラマルヒント、トラマルヒント、トラマルやって。え、え、トラマルやって。あ、ちょっと待ってな。え、では、トラマルヒントどうぞ。ちょ、なんかこの人メロディーないからちょっと嫌やねん。ちょっと待ってね、ちょっと待ってな、ちょっと待ってね、トラマルもちょっと記憶の奥底。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、整理させて、整理させて。これヒントやから、場を乱す可能性があるから。あー、くそー。間違いできても拙者は何も言わないでござるよ。待って、ちょっと待って、ちょっと待って。本当、あ、そう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 、そう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 。本当は寂しいだけ。間違えてるかも。これ早い曲？めちゃめちゃ早い曲だ。え？書き直しですか？ダメです。もう裏返したらダメです。だ、寂しいだけか、もしかして。さあ。え？はい、早く書きなさい。もうあなたの頭がもうポイント書くだけでいいんです。本当は寂しいだけやろ。それで、これこういう感じでいこう。本当は寂しいだけ。でも本当は寂しくなさそうにしてる曲やな。寂しくなさそうにしてる曲や。ああ、そうそうそうだよな。そうそうそう。強がってるってことや。そう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 。強がってる曲ってことや。そっから強がっちゃうもん。逆引きすな。強がっちゃうもん。強がっちゃうもんっていう曲やな。そう。じゃあもう過去。尺長いから。強がっちゃいな。かな。そんな曲歌詞ないかもって。本当は寂しいだけ。本当は寂しい、本当は寂しくないよ。本当は寂しくないよ。早送りでいいやんか。わかりません。今思うものをお書きください。早いやろ。早いよ。むちゃくちゃ早いよ。はい先生、書き直していいですか。ダメです。早いやろ。ダメです。ほんまやや。だからめっちゃ早い、めっちゃ早いでござるが、捉え方によってはまあ中ぐらい。え、うん、まあでもトラマルの全てをもうオールジャンル。今のはすごいよ。今のはすごい。曲を作る上でそこから入ったような曲やった。うん、確かに長き今だ。またそれずっとヒントをあげてる、あげてるぞ。でもトラマルの方ずっと叩いてるんですよ、横でずっと叩いてるんですよ。